孫悟の将らは右吉の呪術を破り、孫策の容体は解放に向かった。孫権らは安堵し、その後8年の間孫悟の地盤を固めていった。その中で孫権は劉表が領する夏侯を攻め、首相高祖を破る。一方北では袁紹を破った曹操がその勢力を急激に拡大。ついに孫悟と対すべく南進を開始した。これに対し孫悟では恭順派と高専派で意見が二分する。そこへ曹操に追われてきた劉備とその軍師諸葛亮が現れる。これを受け周瑜呂宿らは劉備と連合しての交戦を主張。彼らの意気に孫権は強大なる曹操軍と戦うことを決意した。孫権は劉備と同盟し、石壁に曹操の大船団を迎え撃つ。呂宿、郊外、関東、孫昌公らの当主が今大河を熱く焦がす。休養期孫昌公、いざ出陣なんてね。さて、うまく動いてくれるでしょうかね。お前は彼らを買っているのだろう、もしか。ねえ、まあ諸葛亮の腹の底までは知れたものではありません。ならば私も信じよう。劉備たちを買うお前を。しかし東南の風を待って水上で駆けか、まさに健康に一滴だ。あ、周瑜、呂宿。もう軍備終わったの？ねえ、劉備軍と軍議だったんでしょ？はい。ですが向こうは軍師の諸葛亮だけでした。なんだ、劉玄徳様、どんな人かと楽しみにしてたのに。郊外、例の策採用する。辛い任になるが頼んだぞ。なんの、この老骨、孫悟の未来に捧げましょうぞ。姫、姫には祈祷所へと行っていただきたい。祈祷を行う諸葛亮とその主君劉備殿、彼らと祭壇塔を守る任をお願いします。あ、うん、分かったわ、任せといて。俺はどうすればいいか。ああ、すまない関東、お前は郊外を援護してくれ。うん、分かった。この一戦、孫悟の明日がかかっている。みな、全身全霊をもって任に当たってくれ。姫、どうかご無事で。って、なんだか嬉しそうですね。そう？そうかもね。さあ、行きましょう。頑張って戦わなきゃね。我らの治癒を束ね、曹操に打ち勝つ。皆、持てる力の全てを出して戦うのだ。曹操軍の船団が移動を始めました。こちらの本陣へ正面から向かってきます。これほどの戦、そうあるものではない。陣として奮い立たずにはおれんな。この戦、家計を持って勝利をつかむ。策の準備が終わるまで全力で耐えるのだ。私たちと劉玄徳様とで曹操を倒すのね。よし、今日はいつも以上に頑張らなくちゃ。この身より報告、曹操軍の北側の船団が動き出しました。将校は我らの庭のようなもの、敵の数に押されるな。孫悟の戦を示せ。すご
晴らしい枯渇だ。お見事です。これは挨拶です。貸してくださいませんか。よし、敵の攻撃が収まってきたか。この戦線は一段落したようだな。伝令、南からも曹操軍が襲来しました。ふん、核の指示も奇遇ではなさそうだ。怪しいところは徹底的に叩いていくぞ。まずい、曹操軍は我らの策を潰す気だ。家計に必要なものを壊させてはならん。ロシクと姫は祈祷所で劉備たちの援護、郊外と関東は家計戦を死守せよ。お任せを。俺たちで祈祷所と劉備らを守り抜きます。分かったわ、任せておいて。劉玄徳様は私が守ってみせるわ。ああ姫様、ついででいいので諸葛亮もよろしく頼みます。あなたが劉玄徳様ね。私は孫将校、一緒に頑張りましょう。おお、三賢殿の妹君であられるか。共にこの祈祷所を守ろう。風だ、東南の風だ。郊外、関東、今が時である。将校殿、またお会いしましょう。どうかご無事で。戦局はもはや我々のものだ。全軍曹操を討つべく進軍せよ。よし、家計は無事成功したようですね。あとは曹操を討つのみです。うん、諸葛亮、お前たちのおかげだ。では俺たちは敵戦を伝い、曹操を追うとしよう。このありさまです。手を貸してくださいませんか。おお、見事だ将校殿。あなたの国は乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。姫様、それは何よ。これからも彼らとは仲良くしたいものですな。随分と好き勝手をしてくれたのだ。この屈辱は貴様の命で贖ってもらおう。私に挑む。よかろう、かかってくるがいい。この近くにいるはずなのに。兄様と劉玄徳様に私が討ち取るわ。おお、堂々たるお働き、威厳が感じられるお姿ですな。その勢い、誰にも止められますまい。破れようと。
まうか。さすが目立ってらっしゃる。お見事。やはやでも真似できませんな。船を燃やし勢いづいた。だがこの程度で我が波動を阻めはせんぞ。おのれ孫悟め、この借りいつか返させてもらうぞ。曹操様、一人じゃ危ねえだよ。おいらも一緒に行くだ。勝った、勝ったぞ。我々の勝利だ。みんな、愛賀に勝ち時を響かせるのだ。勝ちましたな。ああ。天下二分でしたな、周瑜殿の策は。そこにあの男たちをどう組み込まれます？お前ならばどうする、ロシ君。劉備は惜しいと思います。ですが、諸葛亮、あの男は恐ろしい。諸葛亮、油断はできんな。奴の智謀、いずれ孫悟にあだなすやもしれん。まあ、そんな話、今のところはやめておきましょうか。うん、この勝利、我ら孫悟にとっても大きな一歩となったな。大河は紅蓮に燃え、虎たちの方向は天地を揺るがした。孫権と劉備の連合は石壁に曹操の大船団を打ち破る。痛恨の敗北を喫した曹操はそれでも生き延び、巨匠まで退いた。北に曹操、南に孫権と劉備、周瑜とロシクはこの情勢に大きくうなずく。天下二分、強大な曹操を打ち果てに天下をつかむには絶好の形であった。この方針を推し進めるべく、周瑜はすぐさま慶州へと軍を進める。しかし南軍の首相曹仁の奮戦に孫悟の先鋒は窮地に陥った。孤立した先鋒関寧を救うべく、周瑜は主軍を展開。その傍らで劉備の軍師諸葛亮も独自の動きを見せていた。錯綜する情勢の中、ロシク、周瑜、呂蒙の治癒が冴え渡る。周公旗、戦場に勝利の調べを奏でん。ロシク殿。ああ、劉備の陣も。しかし問題は、目安は参謀より進軍開始だ。俺たちで慶州を取るぞ。呂蒙は中央の拠点の制圧、敵の目を引きつけろ。皆のおかげで果実の傷も癒えた。
この周後期全力で当たらせてもらおう。いざ参らん。我ら孫権様のために奮闘しようぞ。ここだ。戦は知略でするものぞ。おい知るがよい。よし、次の拠点を制圧に向かう。敵の目を我らに向けるのだ。あいつは俺が追うぞ。これ以上暴れさせてなるか。ここは拙者が通さない。全力で止めてみせる。あやつを撃てば流れは変わるか。よし、追うぞ。あやつを撃てば流れは変わるか。よし、追うぞ。伏兵か。まあ想定のうちだ。しかし今度ばかりは知れない。あいつは俺が追うぞ。これ以上暴れさせてなるか。その勇士に惚れ込みそうです。本当にすごすぎる。他の部隊も順調にやってるみたいだな。俺たちも負けていられないぞ。よし、突っ込むぞ。敵を混乱させてやれ。敵が後ろから。みんな落ち着くんだ。さすがはロシク殿、策は成功したようだ。よし、混乱した敵を撃破するのだ。こうも鮮やかに奇襲をかけられる。私よりはるかに上手なのだ。熟した。かつての同盟国、今私はなすべきことを果たすよ。敵を攻めてもしたたかなよう。されている戦線を救援せよ。王硬直の策、たっぷり味わうと言う。を通すわけにはいかん。命に変えてもない。俺としたことが敵に翻弄される羽目になるのか。順調だ。これも何とか持ちこたえられそう。待って、父上の
ところには行かせない。預かる大事な身、ここは拙者にお任せを。父上、私も共に戦わせてください。助勢します。父上、慶州の地何としても守り抜きましょう。さすが目立ってらっしゃる。さすがは周遊殿、あなたこそ文武両道の手本でしょうか。素晴らしいご活躍、お見事です。ここだ。その勢い誰にも止められますまい。兄者より預かりし兵士、貴公らに渡すわけにはいかぬ。素晴らしい戦ぶりです。拙者らも引くことはできぬ。それは劉備殿のご意志とは関係なくか。それが将の裁量と心得る。よかろう。これ以上争っても笑うのは曹操だけだ。だが改めて誓ってもらおう、関羽。一つ、お前も孫劉同盟のもとにあること。一つ、慶州の地を利して曹操に対すること。よかろう。我が義にかけて。よし、ならばここは互いに兵を引こう。ロシク殿、あそこで関羽を切ることもできたはず。なぜ？あんな化け物と立ち会えと？俺を殺す気か、ヨモ。いや、そのようなことは。さあ、切り替えていくぞ。またゾロ曹操も動き出す頃だ。孫悟は関羽に対し武威を示すも、慶州の奪還には至らなかった。ロシクは事前の手として関羽と講和、両者の緊張状態を回避する。孫権の呉、劉備の蜀、両者の命は危ういながらもその形を保った。その翌年、曹操の魏が漢中の長老を討ち、その一帯を制する。破蜀から漢中を望む劉備にとって、そこに翻る曹魏の旗は脅威。劉備はこの状況を打開すべく、孫権のもとへ使者を派遣。慶州の一部の返還を条件に、曹操の背後をつくよう要請してきた。したたかなる劉備、しかしそれを利することで得るものもある。曹操が漢中に目を向ける今こそ、魏との戦線を押し上げる好機。孫権は出兵を決意。関寧、両党、ロシクらと共に揚州を進む。他敵孫悟の方向が合肥の大地を震わせる。
この両鉱石の出番ってわけかい。殿、いいんですか。劉備とは命があるとはいえ、この合皮攻めは。ああ、奴らの方便だな。大方漢中を取りたいと言ったところだろう。だが構わん。劉備を入れての天下二分の計。こうして曹操を揺さぶるのがあるべき形だ。なるほど、持ちつ持たれつってわけですか。まあこちらが利用するより先に利用されるのは少々悔しいがな。そこは貸しってことですかね。細かい話は関係ねえ。喧嘩ってんなら腹据えて突っ込むだけだぜ。ち、あんたな、少しは考えるってことをしろっつ。いや、観念の言うことにも一理ある。敵の首相はあの長領。この戦、覚悟と先進なくしては望めん。うん、我ら孫悟の部、全力を持って当たらねばならんな。うん、太子侍たちが部を示すならば、知略は私とロシクに任せてもらおう。おう、周瑜殿、お体はもう良くなられたのか。ああ、心配をかけた。敵の陣容や地勢など周瑜殿と俺で司祭につかんである。観念、両党、俺たちの話をよく聞いておけ。二人とも突っ込むだけでは能がないぞ。いや、だから一緒にしないでくださいよ。よし、行くぞ。孫悟の治癒、この合皮にほとばしらせるのだ。劉備はこの戦の大火に慶州を返すという。さすがの関羽もその命には背けまい。あとは守備よくこの合皮を取れば、天下の趨勢一気に我ら孫悟に傾くやもな。敵の長領とかっつったっけな。話聞くと結構なやつみてえだな。へへ、これは面白くなりそうだぜ。菅紅葉の喧嘩、見せてやら。合皮を取れば呪春の守りが厚くなる。孫悟の地盤を固めるにはいい一手だ。天下二分の先の流れがどうなるか、ここが分水嶺となるであろうな。この戦、対局的には漢中との二面展開か。守備よく運べば曹操の勢いは弱まるな。さすれば次の火種は関羽のいる慶州か。あの地を制すには、いや、いかん。まずはこの眼前の戦に集中せねば。
警戒すべきは長領だけではない。学臣、李典ら歴戦の将の姿もある。彼らが連携すれば苦戦は必至だが、裏を返せば連携させねば勝機が見える。策はすでに用意してある。私とロシクの指示をよく聞いてくれ。では行くぞ。武門孫悟の名に恥じぬ戦をせよ。敵は我らの退路、少子教を狙ってくるはず。我らは先にそちらの危機を除きます。他の者は北と西を攻めてくれ。敵の目を少子教の別動隊からそらすのだ。おい、あんた頼むから足を引っ張るなよ。あんたの考えなしにはいつも迷惑してんだ。ぐちぐちうるせえな。おめえこそネタ打ったりするんじゃねえぞ。敵はこちらの隙を狙い伏せているはず。おそらくはあの拠点あたりだろうな。ダメだ、どうしようもねえ。目的は合皮城の制圧。長領はひとまず置いておくか。見ているか、孫作殿。孫権殿は今大惜しく戦っておられる。ならば俺はこの戦に神明を落とす。孫作殿の道を継ぐ若き虎の総賀となろう。だが、この先へは行かせんぞ。羽橋を上げられた。迂回路より城を目指すとしよう。超軍いざ参る。長領が南に出現したか。このままでは太子氏が危ない。心配は無用、すでに手は打ってあります。我らはこのまま進軍を続けましょう。ロシクと周囲には全て見えているのだ。敵の策、地形、この戦の何もかも。この目に預かり光栄ですが、しかしこれは軍師として当然のこと。殿が描く天下のため力を尽くすのが我らの役目です。うん、お前たちがいれば心強い。この戦に勝利し、孫悟の天下を切り開くぞ。あの崖、奇襲には絶好の場所だな。俺が敵なら、あの上に奇襲部隊を配する。この調子で奮戦せよ。うん、良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。やな予感をしてたけど、敵かよ。ああ、銃が台無しだ。
さあここまでだ。もうあんたらに勝ち目はない。ここは一旦引いとくぜ。まだやんなきゃならねえことがあるしな。その首もらい受ける。いざ。なんという武勇。やってるな、ヘイ。この戦、俺も楽しませてもらうぜ。見事な戦ぶりだな、ケン。さあ、俺と策も共にかけるとしよう。剣を中心に皆がまとまっている。立派な孫悟の王になったものよ。ああだな、おやじ。俺たちも剣のために頑張ろうぜ。その勢い誰にも止められますまい。合皮城の門は固く閉ざされている様子。開けるには勝者が必要でしょうな。中央砦に工作兵を待機させてあります。種橋を下ろし彼らを出動させましょう。戦は知略でするものぞ。おいしるがよい。ここは一度引かねば。だがこれで終わりではない。なんという強さ。ここは引く。敵将打ち取ったよ。将領殿、よくぞ持ちこたえられた。意外のある喧嘩になってきたぜ。やれやれ、なんでそう暴れたがるかね。まあ、俺も少し物足りなかったけどね。だろ。行くぜ。ロシクはうまくやってくれたようだ。よし、我々の進軍を開始する。見事だ。その調子で奮戦せよ。気合い入ってるじゃねえか、両党。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。その勢い誰にも止められますまい。殿は我らにこの合皮を任された。その命、その真に応えるのが我が責務。勝者の準備は整いましたな。あとは城門を開けるのみですが。今こそ神明を閉して戦う時。合皮の城は我らが守ります。守りやがるね。悪いけど、これ以上好き勝手させるかよ。やはりただでは通してもらえんか。勝者を援護するため奴らを倒すぞ。合皮城の門は開きました。さあ、トラ、皆に号令を。ああ、援軍、せい。合皮より下軍を除くのだ。父上、何を。よかった、回復なされたのですね。ああ、まあ、話は後だ。
ちに任せて、お前は先に進め。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。この超文猿がお相手しよう。戦場で遅れを取るとは、私は何に敗れたのだ。教えてやろう、長領。我らには託されたものがある。父に、兄に先達に導かれ、それを超えるべく賭けているからだ。孫悟三代の治癒、貴公のもとに結実したということか。ならば我が部はそれをも超えてみせる。今は貴公らの治癒を称えよう。やろう、逃がすかよ。いい。この戦は終わった。焦らずとも、ヤツとはすぐに戦うこととなろう。お見事な勝利でした、殿。うん、重油、お前たちの導きあっての勝利だ。それに兄上と父上も戻ってきてくれた。今日ほど伸びやかに戦えたことがあったろうか。周囲、兄上は一緒ではなかったのか。孫策も直に合流するでしょう。それよりも殿、この勝利、孫権殿でも孫策でもない、殿の手によるもの。皆、殿のお言葉を待っているのです。みんな、よく戦った。勝ち時を上げよう。この戦、我ら孫悟の勝利だ。蒙古は合肥に吠え、その勝利を天下に轟かせた。周瑜、ロシクら歴代の都督の英知、そして関寧、両党ら東照の武勇、それらが孫権のもと一つとなり、魏軍を圧倒したのである。魏の首相長領らは合肥を捨て樹春へと交代。結果、孫悟の葬儀に対する戦線は大きく押し上げられた。またこの戦で孫権、孫策らが戦列に復帰、若き当主として奮戦する孫権を支え、大いにその武を振るった。今こそ天下二分を打ち破り、新たな時代へと進む時。孫悟の将兵すべてがたける、武門の血潮をたぎらせ吠える。虎は駆ける、ただひたすらに明日へと向かって。漢中で曹操を破り、大きく前進したとのことです。天下二分、いよいよ曹操を打つべき時が近づいてきましたな。ああ、劉備か。真の受ける限りにおいては頼もしい盟友だな。しかし、いつまでもそれでよいのでしょうか。孫悟が天下を制するにはいずれ。視野を広く持て、よもう。天下の姿は今までに描かれなかった形もあるはずだ。天下の姿。剣。おお、父上、兄上、ご回復何よりです。やったじゃねえか。お前の戦、見せてもらったぜ。いえ、私などまだまだ。ですが、これで私はまた兄上の元で戦うことができる。何言ってんだ、ケン。あとは頼むって言ったろ。忘れたのかよ。ですが兄上。
さあ、ケン、お前が描く孫悟の天下への道、俺たちに見せてくれ。はっ。合肥での勝利は楊州の戦線を大きく押し上げた。張良ら魏の将は敗走した軍を取りまとめると呪春へと後退する。今こそ楊州から葬儀を一掃する好機。しかし孫権が率いる主軍は激戦に疲弊しきっていた。そこへ戦列に復帰した孫権、孫策らが名乗りを上げる。再び戦場に総我を振るわんとたける父と兄。その頼もしき姿に孫権は葬儀追悼の任を託した。一方、合肥での敗北を知った曹操も即座に次の手を打つ。大規模な増援を曹丕に預け、呪春へと進軍展開させた。いかな軍が待ち構えようと我らの武勇で打ち砕くのみ。呪春の戦場に孫策、孫権、周瑜、太子寺が吠える。真偽は違えぬ。いざ戦場へ。攻めは君の得意とするところだろう。それに今はまたとない好機なのだ。好機？なるほどな。合肥から前線を押し上げ、呪春までをこちらの勢力下に。天行の守りは厚くなり、同時に巨匠への道も開かれる。
はい、義もそれは承知しています。こちらが一呼吸を置いたなり、すぐさま呪神の守りは堅固となるでしょう。そうなのか。じゃあやるしかねえな。うん、ここまで剣にばかり重荷を負わせたから。さく、我らの牙で若き虎の道を開くとしよう。ああ、どうぞ親父。はっ、あっ、はっ、領衆の力、防御一掃する。皆進め。孫作殿たちも戦線に戻られた。孫悟は今まさに勇気の時だな。大使じい、お前と一緒に戦えて嬉しいぜ。ああ、孫作殿、俺はこの日が来ることを待っていたのだ。いい、で勝ったと思うなよ。敵将、大使義が討ち取った。よくやった、素晴らしい働きだ。孫悟め、合皮での勝利に調子づいた。長領、後ろは任せたぞ。やつめ、逃げるか。だが、そうはさせん。大眼だ。この時に策の練り直した。敵将、大使義が討ち取った。戦は知略でするもの、追い知るがよい。ならば足を落とせ、奴らが追撃できぬように。伝令、核が三月の部隊を連れ現れた模様です。大事なところがガラギだ。さて、一泡は吹かせてやるとしようか。本性を狙うとは、孫権殿をお守りせねば。その勢い、誰にも止められますまい。伝令、北に展開する敵に怪しい動きがあります。それがしが様子を見てまいります。皆様は本陣へお急ぎください。伝令、敵が橋を落としました。対岸にはまだ味方が残っています。それがしは後ほど合流します。今は先へ進まれます。対岸だ。分断されてしまった。彼らの力を信じるしかない。目障りのとこは潰しちまうか。お前ら、ついてこい。本陣を突かれるとは、ここは私がしのぎきらねば。これは参った。対岸だ。ここはおとなしく引き下がるとしようか。これで本陣はひとまず安心だな。罠に注意しつつ消費を追わねば。父上と兄上はやはりすごい。私などまだまだ投降よ。おない、よくやった。お前の治癒、磨かれているな。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。そう。
事な戦ぶりだ。分断された軍は壊滅しました。テレビなども上に伸びていれば良いのですが、まだ残っていればよかった。敵が北の橋を駆け直しました。ソンキラと合流するようです。その首もらい受ける。いざ、なんという武勇。ここに来るって分かってたぜ。あんたらはここで終わりだ。花子、急いでこやつらを倒さねば。我が知力の餌食になりたいらしい。罠には気をつけねばな。のこのことやってきおって。今だ、かかれ。不平か。ならば打ち倒して先へ進むのみ。進めるな。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。砕けろ。ねえ、これで勝ったと思うなよ。おお、気合い入ってんな。その調子だぜ。宗師様のもとへは行かせません。さあ、私が相手です。おやじ、あと少しだな。一気に押し込んでやろうぜ。せいてはならん、策。
の借りとは最後まで気を抜かぬものだ。今です。さあ華麗なる矢の雨を。今終わったところだぜ。たったこれだけの戦力で敵の守りを打ち破るとは、やはり武門孫悟は兄上が率いるべき。私は兄上に全てをお返しします。
言ってんだケン。ここまでやってきたのはお前の力だろ。ですが。そして今のソングはお前の大きな理想のもとで戦ってる。俺たちにできるのはお前を支えて手伝うことくらいだぜ。いえ、でも父上、父上からも兄上に。俺も策に後を託した身だ。偉そうなことは言えんな。そんな。あとは頼むって言っただろ。やってやれケン。うん、賭けよケン。お前の進む先にこそ新たな時代があるのだ。はい、お二人から託された孫悟を必ずや天下へと導いてみせます。